車まだ寝起きだからな、友達。まあ、しゃあなしやねん。うん、寝てたわ。あと2時間ぐらい経ったら起きてくれ、本当に。おはよう。おはよう。寝起き15分で起きたからもう超寝起き。エイムが。あ、今日とはさ、配信前にさ、バニラさんってどういう人かなのチェックしてて、うん、なんかサブアカでカラオケの歌あげてて普通に上手くて笑っちゃった。調査してるんだサブアカで。普通に上手かったんだよな、マジで。あのアラジンの、あ、ジーニーのように歌ってた。あ、まあ、本当に。そうだよ、趣味のアカウントだよ、やめてよ。調査、調査入んねんだから、あそこは大体。え、普通に歌上手かったけどな。めっちゃいい声してるからな。めっちゃいい声だった。うん、嬉しいよ。これ今配信見てる人チェックしに行ってるよ。みんなね、なんだなんだ、ちゃんとサブ頭で見てるのがおもろいな。まあでもしっかり調べてくれるんだね。うん、ごめんね、俺ちゃんと調べようと思ったけど、もう配信始まる5分ぐらい前に起きちゃったから。調べられなかった。うん、なんか最近あれよね、 V の方 TikTok とかも始めてる人いるよね。うん、 TikTok でね。 TikTok いるね。なまってら、おじいちゃんだから TikTok わかんねえんだ。あ、もうわからない。まあでもなんか曲の流行りとかわかるよね、 TikTok 見てたら。あの、それは聞いた。TikTok で流行るかどうかが、その曲が今後流行るかどうか決まるみたいなこと聞いたけど、本当なんかな、これ。最近の流行ってるんだって何すか。それはもう無敵のよ、笑顔で、なんたらたんたらメディアよ。初手聞いた時から流行るだろうなと思ったわ、あれ。それよね、やっぱり身に残るの作れるのほんとすごいよね。ね、川瀬、力が欲しいか。力が欲しい。あ、それはもしかしてデジデジのミスか。さあよ、もらいだす。デジデジのミが欲しい。いいな、どうもデジデジのミ欲しい。ちな、めっちゃ嘘やね。嘘なんかい。これ、ほら、力。あー、力もらうか。待ってください。全然紫山だった。もっと今やった。次、次。アラジンのように出て。この絨毯に乗って。好きな人いない？なんか。ハマってる人いるやん。なんかでもな、敵強いから全然打ち合えない。難しい。前のさ、うん、なんかゴールドプラチナ隊とかなんかもうどんどん打ち合ってたじゃん。打ち合えるね、そう。あの時は、あそこら辺が一番楽しいのに。あのプラチナ隊はもう消えたんや。ねえんだそんなものは。うん、これさ、歌ってる人出さないですか。うん、川瀬くんとデートするわ。大丈夫、俺音域的にだいぶ狭いけど。どういうこと。何の歌、何の歌。うん、青春アミーゴ。なんかそれ、なんか既視感あるな。なんか見たことあるな、それ。なんかすでに視聴済みかもしれない。一回なんか似たような感じの。うん、なんか俺の知り合いかもしれない、それもしかして。コーラスでゴリラ出てきそうだけど。うん、うん、なんかすごい。あれ、コーラスゴリラさんなの。あれ、コーラスゴリラさんっすよ。あの最後のうおおーしーでもしょ、ゴリラさんっすよ。それまで存在感さなかったのに、ゴリラさんの声が良すぎて、そこだけ急にゴリラさんがね、前のめりに出てくるんだよね。いいやん。男がデュエットできる曲ってなんすか、他に。最近だとアラジンのようにじゃない。うん、デュエットじゃないんじゃない。ソロじゃない、多分それは。だいぶでもさ、うん、ソロ曲を2人で割るっていうのもさ、デュエットじゃなきゃいけないという決まりはないわけやん。確かに確かに。まあ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 、カバー曲とかも結構そうじゃん。まあ確かに、まあそうかもしんないけど、魔法の絨毯は割とソロで歌う曲かもしんない、もしかしたら。いやでもバニラさんがいたらもう、バニさんがいたらもうアラジンのようにそれだけじゃない、全然。それ一本でやってません、全然。クマさんのイメージが今のところあるんですね。パラディのようなんだよね、今のところ。あの歌作った人でもあれでしょ、なんか確か自分の奥さんにプロポーズするときに歌一個書き下ろしたんでしょ。いいなそれ。俺もやりたい。俺もやりたい。バリさん、アラジンにならないと、やっぱりでも。どういうこと、ジャスミンになってって感じ。ジャスミンになって。
薄くない？俺のジャスミンになってください。告白します、ね、それで曲一本、うん、そうだね、そういう感じでいこう。バケモンが人の言葉喋るな。あーポカポカ。1ラウンド取れたのはさすがにポカポカやな。頑張れ、よし、行くぞ。あー、